で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、ボーズオブカナダの Tomorrow's Harvest という2013年にリリースされたアルバムです。ボーズオブカナダの8年ぶりのアルバムリリースとなった話題作で大傑作です。こういろんな景色を想像させてくれる映画作品のようなアルバムです。一つの映画を見ているような感覚になります。めちゃくちゃ楽しいです。好きな曲いっぱいあるんですけれど、いくつかピックアップしていきたいなと思います。まずは A1 のジェミニという曲。これは一番この曲の本当の冒頭の冒頭が面白くて、まるで映画が始まる前のロゴムービーのような音が入ります。その時点でもう映画を見る気分になります。そこから見えてくる風景がデイビッド・ウィンチがこう描きそうな夜の田舎の奇妙な世界で、ちょっとなんかスピード感がある感じ、そんな風景が思い浮かびます。で A2 の Reach for Them という曲、これはもういきなりから泣きそうになります。タイトルから想像するに、死に向かうことを実感している、もうドロッドロでボロボロになった男の人の戦いと、こうそれを包み込むような暖かい日差しのような感じです。これはイメージするにダニーボイルの127時間っていう映画があるんですけれど、なんかグランドキャニオンみたいな、あの岩がいっぱいあるようなところで、そのキャニオニングをしている男の人の物語なんですけれど、実話を元にした映画で、ああいうシーンが思い浮かびます。この曲もっと長かったらええのになって思ういい曲です。これはあのミュージックビデオもあるので、下のリンクに貼っておきます。殺伐とした風景がいろいろ流れていくんですけれど、なんか人によって想像する世界いろいろあるやろなって思える振り幅のある曲やなと思います。あなたが思う風景を描いてみてください。で B2 の Cold Earth という曲、これはこうビートとメロディーで前向きなこう力強さを感じる曲やなと思います。曖昧さを残しつつ希望と力強さを描いているような印象です。で C1 のパレスポーゼという曲、これはなんか部族たちと儀式でこう足を踏み鳴らしているような感じがします。 Tomorrow's Harvest、 明日の収穫の前に祈りを捧げる部族たちがこう待っているような風景が思い浮かびます。本当いっぱい好きな曲があって、 Nothing is real もぬくもりのある曲ですごい好きなんですよね。でまあそれはそれとして、そして D1 の New Season という曲、これが私の中ではこのアルバム、もう映画なんですけど、私の中ではその映画のピークやなと思って、すごいエモーショナルでめちゃくちゃ胸が高まります。暖かい光でいっぱいになって、永遠に続くことはない儚い一時の幸せを感じる、そんなシーンが思い浮かびます。そしてエンディングはどうなるのか、それは聞いてからのお楽しみです。ということで今回はボーズ・オブ・カナダの Tomorrow's Harvest というアルバムのご紹介でした。めちゃくちゃ想像が膨らむ映画作品のようなアルバムやと思います。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。